クレヨンしんちゃん始まるぞ。え、はい、はい、あんた誰？激アツ焼き芋対決だぞ。え？ミーンミンミンミーン。何月だと思ってるんだよ。ねえ、なんだかお腹減らない？うん。石焼き芋。あの声は芋蔵さん。誰？お芋、お芋。いい声で評判の焼き芋屋さんなの。確かにいい声だけど、なんていうか弱い。そこなのよね。石焼き。すみません、 お金少ししかないんですけど。いいよいいよ、おまけしとくよ。おいしい。いい声の焼き芋だから、いい音のおならが出そう。出すなよ。やっぱりいい声だとたくさん売れるんですか？いやいや、そんなことはないよ。まずはあいつに勝たなくちゃね。あいつ？芋蔵さんにはライバルの焼き芋屋さんがいて、その人にやられっぱなしなのよ。君、知ってるんだ。そいつの名は芋やポテト。芋づる式に客を持っていかれて悔しいけど叶わない。でもせっかく父ちゃんの焼き芋屋を継いだんだから、なんとかして勝ちたいんだ。そうよ、頑張んなきゃ。そうですよ、僕応援します。ブー。うわ、芋蔵さんの焼き芋でおならげしたいぞ。ありがとう。でもどうしたら勝てるかしら。焼き芋の効果を全面に押し出したらどうかな。ビタミンと食物繊維たっぷりの石焼き芋、美容と健康に効果抜群。効き目には個人差があります。ギャグっぽくしたら、焼き芋が落っこったポテト。いい石で焼いてるよ。焼き芋食べてプップカプー。ダメダメ、芋蔵さんのいい声を生かした女性の心に響くフレーズにしなくちゃ。これでやってみて。奥さん、僕の愛の炎で焼いた焼き芋をあなただけに届けます。ダメ。何をやってる。出たな、芋やポテト。あいつが芋ぞ。そんなんじゃ客の心はつかめねえ。焼き芋は芋で売るんじゃねえ、声で売るのさ。芋じゃないんだ。俺の声は芋のように甘く熱い。だがお前の声は生焼けの芋みたいに中途半端なんだよ。今日こそ勝ってやる。よし、今日のバトルは先に10本焼き芋を売った方の勝ちだ。お、負けた方は勝った方の言うことを無条件で聞く。いいな。いいな。およし、勝負開始だ。妹さん、くじが当たってホクホクですね。そこの奥さん。奥さん、やけどしそうにホットな俺の焼き芋食べてみるかい。ただし、ガチで俺の愛を受け止めてくれればの話だけどな。ガチのお芋ちょうだい。私も。すごい、あっという間に。ねねにもちょうだい。ねねちゃん。恐るべし、芋やポテト。あの声と上から目線で迫られると心の合間が薄いちゃう。
ただの芋兄ちゃんじゃありませんな。感心してる場合じゃないよ。あ、別のお客さんが来たわ。今度はこっちの番よ。よし、僕の焼き芋は1万メガトンの芋ミサイル、今君のハートにロックオン。芋ミサイルロックオンって何それ。いや、君たちだね。僕の焼き芋を食べるために地上に降りてきた美しい天使っていうのは。こっちのお芋が食べたい。またやられた。これで交代ゼロだ。こないだ妹が遊びに来たんだ。また来たよ。早くこっちも売らないと。よし、俺が。え、はい、焼き芋食べて、俺と一緒に焼き芋ダンス踊らない？全然相手にされてないじゃないか。おいおい君たち、俺の焼き芋の前を素通りするって手はないだろう。一本ください。私も。あ、焼き芋屋さん、食べよ食べよ。毎度。ちょっと待った、そこの焼き芋じゃないだろう。俺と君たちを結ぶ運命の赤い焼き芋は、いや、8本9本、あと1本。やっぱりダメなのか。このまま負けちゃうのか。ごめんよ父ちゃん。くっくっ。石焼き芋。バカ野郎、そんな声で芋が売れるか。いいか芋ぞ、日本一の焼き芋屋になるんだぞ。うん、父ちゃん、俺はやるぜ。石焼き芋焼きたて。お芋、マイクなしでこの声、お芋だよ。いい声、素敵。一本ください、私も。ほっかほかのお芋だよ。焼き芋、石焼き芋。いい声ね。お芋、お芋、お芋だよ。聞き惚れちゃうわ。並んだ。あと一本よ、今ぞうさん。よし、石焼き芋。どうしたの芋蔵さん。声が焼き芋。お芋。芋蔵さん。お芋。一本くれるかしら。毎度。声は大丈夫か芋蔵。ああ、急に張り切りすぎちまった。そうか。とにかく勝負は俺の勝ちだ。負けた方は勝った方の言うことを聞く約束だったな。分かってる。さあ、何でも言え。よし、いいかいもそう。お前は、お前は親父さんを超える日本一の焼き芋屋になれ。実は俺もこの仕事を始めた時、お前の親父さんに鍛えられたんだ。つまり、お前の兄弟子ってわけさ。さっきのお前の声、おやじさんの声を思い出したぜ。喉はもっと鍛えた方がいいけどな。じゃあな、またバトルしようぜ。ポテト、いいライバルを持ったな芋蔵。おやじ、焼き芋の道は長く険しい。精進しろ芋蔵。っていうか、ずっとそこにいたのか。あんた誰？